罠のアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城、デル・ワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。中は出迎えなしか。これからどうする。C'est un peu stylé quand même, hein. それから城だ。Ça manque d'habitants. ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろう。ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど。でもそれじゃ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったの。城の方に向かったな。あの船、あの船に乗ってた連中何だったんだろうな。わからない。ここで奴隷にされているダナ人だとは思うが、この町今までのどの主婦よりも立派だけど。ああ、建物といい人間といい、なんていうか異質だ。町を見れば滑る者の性格も見て取れる。そう思っていたが、どうにも不気味だな。見た目の異様にもかかわらず、印象はむしろ廃墟の方がまだ近い。
あの船を追いかけてみよう。何か話が聞けるかもしれない。Ok, let's go! Mais moi j'ai envie de voir ce qu'il y a par là avant. Intéressant. En fait, tout est bloqué à part ces ascenseurs. Cet ascenseur. C'est quoi ça? Coquin va. En fait, toute la beauté du lieu, elle vient de s'écrouler parce qu'il n'y a pas un seul type dans les parages.壊すにせよ乗り越えるにせよ少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの？おい、あれ、呼んでいるってボルランダか。今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろ、ボルラン！お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ。分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため俺は進む。行こう。
あの船に乗ってた人たち、自分がどうなるか分かってたのかな。そうは見えなかった。ただただ言われるままという感じだった。言われるまま、ボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの？そんなのって。奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を俺は絶対に許さない。Non, c'est quand on lui pète la gueule à l'autre là. はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。Encore？ それにしても、ボルランはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだとすると、脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでボルラーンに従っているってこと？どうして？最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで？そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。テュオハリム、またやってしまったか。すまない。いえ、あなたの言う通りです。でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖？この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。Est-ce qu'on va se taper un donjon quand même ? Sion ! Mate ! Yosu ga okashi.助けに来たぞ。もう大丈夫だ。私は一人、クロエ、助けて。いや、シオン。嘘。ほら、いばらなのか。凄まじい闇の精霊力、人間一人のものとは思え。ボルラーに操られているのか。とにかくもう少し近づいてみないことには判断しようがない。いばらを消すしかないよ。力と力で打ち消す。やるしかないよ。ないから。
シオ。死ねない、でも生きられない。シオ、私は、うわシオ、この子も絶対に、うわこれ好き。C'est scripté à mort, ça, ça me fait pas de dégâts. Attends, y'a quoi d'autre en fait ? Y'a que ça, hein. Ibara va se régénérer. De cette manière, ça ne va pas. が触れるのを拒んだから。そうだろう。しよう。お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。着をつけよう。ねえアルフェ、
ああ、どうした？私がいない間、何を？ずっと会いたかった。アルフェン。でも、そのせいであなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。ありがとう。Ça m'a l'air tout à fait intéressant, ça. Putain, déjà, elle a chopé une arme qui est pas dégueu. Putain, faut vraiment que je vois les accessoires, moi. Ils sont vraiment pas terribles, ceux-là. D'office. Par où je suis arrivé, moi? ネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはまったく。まこともって宦官の至りだ。あ、いや、その、あ、悪い、そういう意味じゃ。あの茨の暴走はヴォルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。茨のことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ヴォルランにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんで、なんでヴォルランはそんなにアルフェンを憎むの？ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただヴォルランならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は？みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎ぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。シオンからって。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ、本当。アルフェンもだが、シオンは大丈夫か？おかしなことはされなかったか？あれから何も覚えていないの。あの時アルフェンに痛みが戻った時、昔を思い出した。
誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって一人ぼっちで。シオン、大丈夫だ。もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。Allez, la bagarre maintenant. C'est bien par là, semblerait-il.構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。Ouais, je l'aime bien son plan。お前たちの盲目的な修正。それと何が違うというのだ。俺らに生まれあり。無駄だ。Ah, je me sens mieux avec ma lame là. Ils sont balèzes quand même ceux-là, hein.いいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠節そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは使える主君の問題なのか、それとも忠節それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。なら、ボルランを倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルランを倒さなければ。さすがはボルランの聖兵。うわ、il se pose trop de questions là。faut aller lui botter la tête et puis c'est tout quoi。力尽きないようにしないと。町も町なら城も城だ。行々しいったらないぜ。大差ないといえばそれまでだな。こちらの方がまだ持ち主の性格が感じられる。どんな性格ですか。威圧的かつ強権的、そして何より無慈悲。暮らす上での快適さなど微塵も求めていない。支配のための場所、
それを見せつける意図しかない。これほどあの男にふさわしい城もあるまい。あえて私たちを招き入れたのも殴るためということですか。なめやがって。絶対にあの花柱へし折ってやる。なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか。そうなのか。どうなんだろう、自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか。お、なんかいいな、そういうのは。そうなの、私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて、シンゼルが。あ、いや、そういうのいいです。でも、そうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。くぅ。だが、お前の手の方は大丈夫なのか。以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ、前よりもっと熱くなってるんじゃないの。確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな。胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。C'est le pouvoir de l'amour. Oh, j'ai chopé un truc pas mal là. Je pense pour crafter l'arme de dessus. これがあの男なりの楽しみ方なのかもしれん。いたぶるだけいたぶって、とどめは自分でか。いい性格してるぜ。普通に考えれば獲物を十分弱らせるためなのだろうが、この手の込みようはやはりそういうことかもしれないな。アルフェン、大丈夫だ。ボルランを倒す、それで最後のマスターコアを手に入れてレナス・アルマを作り出す。それで終わりだ。Ouais, ça m'étonnerait fort. なんて速さ。同じ
私が絡めそう。もっと力が必要ね。少し強そうだけど、味方面倒そうな相手なんて。Mais non, je me fais toucher par le dernier, quoi.34, ça va aller un peu mieux là. Tiens, le casse-pied là. Joli. そっちは私に任せて。交流連合だ。交流。
me demande à combien d'étoiles elle en est, la technique que j'utilise là. Elle va passer à 4 étoiles. C'est vraiment celle que j'utilise le plus. Hein. Ah, faut se barrer, faut se barrer. Il y a du laser dans l'air. Ah mais pourquoi? Ok, j'arrivais pas à passer sur la gargouille. Ah mais putain, j'ai le deuxième Mystic Arc, je crois. Faut que je vois les conditions nécessaires pour l'utiliser. Pilier incandescent. Alors, en hors limite, maintenez deux des touches suivantes après un combo de 5 coups réalisés avec des artés différents. Putain. Quand ils disent des artés différents, c'est pas 5 quand même. Donc carré X. Bah carré X, très bien. On va essayer. En fait, c'est pas compliqué si je fais des combos aériens déjà. Ça m'évite de me faire toucher. En tout cas, ça réduit les risques. Je veux atterrir, s'il vous plaît.
Putain, c'est immense ici. Ça m'arrange. Comme ça, je garde mon bonus. Par contre, il va falloir que je recharge mes PS, moi. Et je crois que pour ça, je vais pas ressortir. Je vais aller recharger à la gelée. Et avant le boss, bah, j'irai en acheter. Mais tel que c'est parti, le boss, ça va pas être pour ce soir, je pense. Hein. Parce que le donjon a l'air assez grand encore. Et les combats sont assez longs aussi. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un ennemi rare. Est-ce qu'il clignote ? Enfin, il me semble. Voilà. Ils sont chiants ceux-là. J'arrive pas à leur faire la riposte. J'hésite à mettre à l'eau parce que bah c'est lui qui a le plus de puissance. Et comme je le laisse dans mon équipe, il aurait tout intérêt à l'avoir ce truc. Merde. Bah, c'est pas grave, allez hop. De toute façon, on va en dropper avec les gardes a priori. Ah non, j'étais pas prêt là. Bah si, je l'étais quand même un peu.
Pas mal. Carrément pas mal. Ok, il y a un autre chemin. C'est assez rare, mais il a pas pu sortir son mystique. Je crois que c'est de ma faute d'ailleurs. Parce que j'ai fait valser le garde. Ah non, pas cela. Putain, j'ai tout mis dans le vent. T'as le garde, il fait de l'overboard dans la salle là. C'est quoi ce délire? On va le laisser à l'eau. Mystique, mon pote. Je sais même plus d'où je venais. D'ici, je crois. Non. Bah ici. Quand j'ai besoin qu'il m'attaque parce que je fais ma parade, il m'attaque pas. Ah !
がみなぎってくる。Putain, y'a trop de chemin là. J'aime trop cette attaque, simple mais efficace. J'ai pas pu faire l'autre. Il lui restait plus assez de vie. C'est mort. C'était prévisible que je le perde. Ah ouais, ça c'est vraiment l'élixir suprême. Hein. Putain, j'ai failli l'utiliser. Ah, même si j'ai perdu le combo, ça m'a fait pop un ennemi rare ici. C'est celui-ci que je veux là. Ok, il me reste un passage en bas que j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, je suis pas sûr d'avoir assez de...
de PS pour un tel ennemi. J'en ai déjà vaincu, mais je sais pas trop ce qu'ils valent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ça, c'est au niveau 1. Putain, je suis paumé, là. Voilà, c'est ce chemin que j'avais pas fait. Parce que je suis arrivé là et que je suis parti tout de suite à droite. Il faudra que j'y retourne de toute façon. On va quand même essayer de se débarrasser de ce Lugus. Allez, viens. Ah d'accord, je suis obligé de me taper les gardes avec. Putain, fais chier. Ah, il est 34 quand même, hein. Forcément, j'ai pris un coup en plein combo. Un instant. Putain. Il y avait un moustique sur le micro, il s'est barré. Aya, viens faire ton travail. En fait, ça passe crème, hein, ce monstre. Ah putain, il m'a break. C'est quoi ça? Moi aussi j'ai mangé. Il
素材になるぞ。Ah, il y a un pouloulou. Ah bah voilà. Ça va évidemment me permettre d'ouvrir le truc. Je pense que c'est un mécanisme de contrôle de pont-levis. Mettons-le en route pour voir ce que ça fait. Regarde, Alphen, ça a abaissé son pont-levis. Il y a un autre pont-levis là-bas. Alors ça voudrait dire qu'il y a un mécanisme à part qui contrôle le pont du bas? Je suppose. On n'a qu'à fouiller un peu pour voir si on trouve quelque chose. Et si je descends, ça va me mener où? À l'entrée, semblerait-il. Parfait! Du coup, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'à mon avis, il reste encore un gros morceau et il est déjà 23h15, mine de rien. Il y en a une qui commence à avoir faim et il faut que je parte à la chasse aux moustiques, évidemment. Bref, on continue demain à nouveau, 20h comme d'habitude. Très bonne soirée, très bonne nuit et bon week-end à vous. Ciao, bye bye.